Go to next scene? Go to next scene ですか。実はね、皆さんからしたらちょっとあれかもしれないけど、俺からしたら、今さっきまで普通に話してた日から4日経っちゃった。うん、ちょっとね、別の用事があったので、うん、次はちょっと帰ってから撮ろうと思ったらいつの間にか4日経ってました。うん、行きましょう。Go to next scene、どうぞ。うん、怖いね。やっぱ暗いシーンは怖いな。第4章。コンデムド。ない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 。あ、そうだった。やられたんだ。え?みたいな。うわー。あ、あれ、こんな喋り方だったっけ?あ、貫かれた。頭が、人の頭が、伸びてきた物体に、糸もたやすく。この子、かなたちゃんだったね。うん、覚えてる。男の人は床に倒れて、簡単に壊れてしまった。助けに来たって、言ったのに。かなた?ああ、かなた。男の人を殺したそれは、こちらに近づいてくる。やばいな。やばいな、これ顔ね。ああ、なんかやばいな。どっからなんか、何が出てる?君はグールかな?新手のグールかな?ひかりちゃんの声で、歓喜を漏らしながら、ゆっくりと、ずるり、ずるーり。ね、せっかく昼間に撮ってんだからやめてくんない?怖いの。ずるーり、ずりり。靴底を過剰に引きずり、そんな這いずるような足音を奏でながら、かなった。どうして逃げたの?どうして私たちの前から。私たちってもこれも。これ何?脳みそ?これ脳みそ?これ脳みそか。消えたの?聞き慣れたけれど激しく嫌悪感を覚える声で、それは私に尋ねてくる。そしてそれは私の前にはっきりと姿を現した。さあ、来るよ。さあ、どういう感じで?バンって来ないで。バンって来ない。目が1、2、3個。これか、鼻か?これ鼻か?これ鼻で口かな?鼻で口かな?なんで冷静に俺は解析してんだろう。新手のグルですね。ほう。もう逃がさない。今度こそ、私たちと、一つになりましょう。私は、見てしまった、それの正体を、その姿を、脳に叩き込まれた。全身は赤色に染め上げた少女の姿。頭には、ドクンドクンと、心臓のように脈打つに、肉塊。背中には、なんだっけ、うぐで巨大な肉しい物体。破れた腹部からは、テラテラと光る蝶らしきものがこぼれ落ちており、彼女はそれを両の手で抱えている。あ、それ蝶だったんだ。蝶にしては器用に出てきたね。だが、溢れんばかりの蝶は、すでに小さな彼女の拳には収まりきっていない。そんな光景に混じって、腹から飛び出た何かが、おー、曲、ちゃんとしっかり繋げて、別の生物のごとく、うごみきだっけ?あまりにも、背徳的な光景に花を添えている。花を添えているんだ。吐き気を催す血と造物の匂い。滴り落ちる血液と粘液。常に痙攣しているかのような非生物的な挙動。そんな、体裁で着飾った少女が喜びで体を震わせながら私に向かってくるのだ。さっきあんなに銃で撃たれたはずなのに、これね、人間ではない。あれは断じて人間などではない。いやー、私は逃げた。震える足を全力で動かし走る。彼方、おお、ええー、キャ
しかし私は足を触手につかまれ、その場で倒れてしまう。そしてズル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 と引きずられ、壁に押さえつけられてしまった。おお、カナタ、どうして逃げるの？ねえ、どうして？いや、しっかり曲つなげて、しっかり曲つなげて、 BGM 仕事して。いや、さっきは絶対に殺したはずなの。カナタは殺されたはずなの。死んだなら声が喉がいかれた。待って、めっちゃ白くね、カナタちゃん、ここ白。死んだならカナタも一緒にならなきゃ。私たちに殺された責任ちゃんと取ってもらうんだから。触手は執拗に私へ絡みついてきて、私の体を隅々まで、おお、なんでか、両靴していく。両がじゃないな。憂鬱に浸るように撫で回し、這いずり回る。触手プレイ。おい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 、ホラー要素なのに急にそういう要素出してくる。それは文字通り味わうように。ああ、温かい、柔らかい、彼方の体、とっても気持ちいいよ。やっぱ触手プレイじゃねえかよ。おい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 、ひかりちゃん、その声はひかりちゃんなの？お願い、目を覚まして、お願いだから。そうよ、私たちは月や光だから、彼方なら私たちを拒絶しないよね。彼女はそう答えると、ぐっと私に顔を近づけ、顔面の肉塊から伸びる触手を私の顔に伸ばしてくる。これうえー、うえー、好き、息が続かない。愛してる。おお、勝手に。愛してる。以下略。この白い肌も、この綺麗な髪も、顔も声も体も性格も体温も匂いも、彼方の全部、体も心も全てを独り占めしたい。顔面の触手は粘液に濡れた音を奏で、三つの飛び出た目玉はじっとこちらを捉えて離さない。もう怖くて震えが止まらない。怖い。彼方、好きなの。あなたを愛してる。一緒になりましょう、私たちと。ひかりちゃんは熱のこもった声で言うと、私の体に触手を這わせてくる。おお、それは服の中に侵入し、腹部のあたりを撫で回すと徐々に上へ。いや、照れてる。違う、漢字転換。いやだ。あー、待って、こいつの目もすごい、もともとなってた。気色悪い。ただそうとしか言えない感触が私の体を犯していく。触手が肌をなぞるたびに、ぬちゃりと粘液が付着し、生温かい感触が伝わってくる。それは2本3本と衣服の中に入ってきて、背中をツーッと撫でると全身に鳥肌が立つ。そして最後に、うん、おい、ここら辺まで来ちゃった？ここに来ちゃった？ぬるりとショートパンツだから入ってきた。おいよ、本当に触手プレイ始めてんじゃねえかよ、やめてよ。いや、ごめんね、仕方ないじゃん、読んでるだけなんだよ。男のこんな声聞きたくないよな。うん。触手にまさぐられると声が出て、ピクッと体が震える。羞恥と、恐怖でもう思考もままならない。いやだ。いいよね、彼方、一つに溶けてしまいましょう。がすんごい浮かんでくる。俺ずっとエメファンだからさ、
もう大好きで、どうでもいい今。一つに、なろ？ショートパンツの中で、触手が先端を尖らせる。おーおー、それは間違いなく、私を貫く準備だ。おお、ごめんね、俺汚い男だからさ、すんげえ今想像しちゃってんで、すんげえ今妄想しながらやってるよ。え？私は目をつむり、ぐっと奥歯を噛みしめる。おお、もう、準備万端ですか？もう逃げられない。そう覚悟を決めて、その時、そして、触手がゆっくりと、え、それも入っちゃうの？それとも、その時、悪いが、そこまでだ。来た！突然だった。目の前で銃声が鳴り響く。2発。拳銃は2回撃たれ、ひかりちゃんの右側頭部と思われる部位に弾丸が2回撃ち込まれる。急にかなたちゃんの、急にかなたちゃんの思考能力が、右側頭部で冷静に言ったね。ひかりちゃんの頭は半分吹き飛び、私を拘束していた触手も体から離れた。キャッ！私はお尻から床に落ち、彼女も血を吹き出しながら床に倒れる。頭の左半分が欠損した状態で激しく暴れ回るひかりちゃん。男の人はそんな彼女が近づいていくと、組み伏せてそれにまたがり、まさか殴る。あーいや違うか。なんだよ。そこはさ逆殴る。俺にああいうのを眺める趣味はないんでな。あれこういう声だったっけ。中身が誰かは知らんが、悪く思うな。男の人は何度もひかりちゃんの頭を殴った後、一本の注射器を取り出す。そしておもむろに彼女にそれを突き刺した。注射器に何か打ち込まれた彼女は暴れ狂い、ひかりちゃんの声で絶叫する。痛い、苦しいと泣き叫ぶように。男の人が離れると直後から変異は始まった。ひかりちゃんの皮膚に次々と腫瘍のようなものが浮き出てくる。ピンク色で生々しい腫瘍。生々しい音が本当に、まるで体が内側から壊されているかのように多量の鮮血を吹き出しながら、彼女の体は腫瘍に飲み込まれていく。おお、そういうこと。そして全身が腫瘍に覆われて肉塊となり果てると、ひかりちゃんはピタリと動かなくなった。何が異物と異なる細胞を投与したことで起こる拒絶反応、俗に言う急性 GVHD だ。オリジナルの細胞、死した神の幹細胞が宿主を攻撃と同時に増殖、細胞という細胞が侵食されて体全部が肝臓になっちまったのさ。男の人はそう説明すると、あれバンドだったさっけ、あれバンドあれ、あ、待て、声、あれ、キャラクターが分かんなくなっちゃった。男の人はそう説明すると、ペッと口から血の塊と抜けた歯を吹き出す。なぜだ、この人はさっき死んだのではないのか。確かにさっき触手で頭を貫かれたところを見た。だが彼の顔には風穴どころか傷跡すら見受けられない。そのなんとか5的なやつ、あれの入ってた人でしょ。見間違いなどではなかったはずなのだが。ほう。まさか。ああまだ続くね。私は変わり果てたひかりちゃんへ再び目を向ける。確かにこの肉塊は私の名を呼んだ。私の友人の声で私を何度も欲した。ひかりちゃん、よせ。あ、やばい、こいつがバンドだった。ごめんね、ちょっと記憶が。無意識に立ち上がり、肉塊へと歩み寄っていた私を男の人が呼び止める。それはもう人間じゃない、生き物ですらない生物。その肉塊とお前さんがどんな関係だったのか知らんが、もう人間扱いしてはならない。冷たい口調で男の人は言った。それが現実なのだと私に突きつけてきた。
こんなものが、こんな肉塊が、かつての私の友人だというのか。私は彼女の本来の姿を知らない。彼女の顔を知らない。髪の色も肌の色も知らない。私は彼女を見たことがない。知っているのは声だけだ。結局、最後まで彼女の本当の姿も、顔も、体も、いつも見せてくれていただろう笑顔すら、認知することができなかった。じゃあ、あの時の、なんだっけ、帰り道の、あの言葉が、フラグだったってことか。そして、唯一見ることが叶ったのが、こんな姿だなんて。なぜか、私の目から、敵が、滴り落ちた。悲しいからなのか、怖かったからなのか。こぼれなのか、これ。それとも、ここから出よう。もう、こんな場所にいるべきではない、いるべきじゃない。校庭に出てヘリ。マジで？男の人が言いかけた時だった。何か、音が聞こえた。復活の呪文だ。見ると、使用に追われて固まっていた肉塊が、わずかに震えている。いや、もう、入って、来ないって、あたしは、あなたたちじゃ、ない。おう、欲望は、なんちゃらの、尺度である。わかんないっす。なんちゃらの、鎖に、長いな。鎖に、縛られる流れ。呪文かな？復活の呪文かな？復活の呪文、はい、唱えました。そうすると？あ、違う、まだ望むことを、望む相手に、なすが良い。そして、復活の呪文、さあ、唱えました。肉塊の声が、突如として別人に変わる。あ、こいつの声だったのね。その声は、ひかりちゃんではない。この世のものとは思えないほど美しい声だが、ひどくこもってノイズのような音が混じり、ところどころはっきりと聞き取れない。そして、なぜだろう。男性の声なのか、それとも女性の声なのか、その判別がつかなかった。そんな声出せません。いやね、彼方は、私の大事な。おお。何時は、なんちゃら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 と、なんちゃらなんちゃらの絵の上昇を遂げた。上昇？それこそは、男児がなんちゃらの下劣さを、剥ぎを、ガラクさせ、剥ぎ落とさせ、なんちゃらさせる、聖絶の司祭。なんちゃらがならんちゃに聞こえちゃう。そして、なんちゃらなんちゃら捧げられたことで、何ですか？何時は神へと違うかな。なんちゃらとかす、バケモンだな、バケモン。よし、早くしろ。なったかなったかなったー。共感。ひかれちゃんの悲鳴が目礼し、とどろきとなって廊下の窓を揺らす。真っ暗。そして、悪夢が始まった。悪夢？悪夢とは？
次の章いきますか。はい、go to next scene。セーブはメニューからだったな。どっから行けばいい？ここでいいや。go to next scene。Let's go！ さあ、おお、オペレーター娘。え？大尉！再び村内で、ヒューム地の乗車を確認。何？あ、そこ、こいつの名前、アルバートだった。わしは、どこからだ？先ほどと同じく、学校の敷地内。いえ、待って。さっきの反応とは違う。これは、全く別の。さあさあさあ。そして、第5章。アウトラスト。おー、アウトラスト、いい響きだ。さあ、そして、こ、なの、冗談じゃねえぞ。俺は、悪夢を見た。ういなんすかなんすか。肉だ。鮮血色に染まった肉塊が無限に膨張を続け、肉の壁となって俺たちに向かってくる。廊下に収まりきらなくなった肉は、窓を突き破って外に漏れ出し、まるで氾濫する洪水のようだ。やだ。あ、引っ込んで。畜生、走れ！両前空手に向かってそう叫び、俺たちは襲い来る肉の壁から全力で逃げる。逃げなければ肉の渦に飲み込まれるか、それとも肉の壁に押し潰されるのか、そのどちらかの運命をたどることになるだろう。どこに向かえば。校庭に出ると言ったろ。とにかく外に。外部へ通じる道を探して走る俺たちだったが、廊下の角を曲がりや、向こう側から肉の壁が溢れてくるのを目撃する。増殖が早すぎる。もう一階部分が肉で埋め尽くされたのか。くそ！上だ！屋上に向かえ！もたもたするな！走り続けろ！回り込まれ、完全に逃げ場を失っては、階段を登るほかなかった。俺、慌てて、PTT スイッチを押す。大尉！ヘリはまだか？坂東か？ヘリならもうそっちについてる頃だ。今度は何があった？またヒュームチか？スキップだ。村を襲った肉の化け物が、校舎の中で爆発的に膨張してる。もう外への逃げ道を封じられた。肉の膨張だと。俺がそう伝えると、タイはひどく驚いた様子だった。無線機の向こうでも、今彼がどんな表情をしているのか、手に取るようにわかる。今屋上に向かってる。すぐにヘリと航空支援を向かわせろ。いいだろう。ヘリを急がせ。爆撃機は到着まで10分だ。ふざけるな。肉塊は10秒も経たずに、校舎の一階を肉で埋め尽くしたんだぞ。6分くれ。6分以内に到着させる。お前たちは脱出することに集中するんだ。いいな。ファック。走れ、両前からだ。俺たちは背後にぐちゃぐちゃと肉が増殖する音を聞きながら、がむしゃらに上へと走った。ファーク、来たね、ファーク。あれ、イランだっけ？イランと日本のハーブだっけ？こんなのって。おい、無線を聞いていたのか？しっかりしろ！ヒューム地の上昇が大きすぎる。440、550、780、890。さ、最終ヒューム地、952ヒュームを記録。952だと？バカだ。これまで日本支部で記録された最高ヒューム地の倍近い数字だぞ。でも、ケーキは間違いなく、現実が歪められていく。これが、再構築。おい、何？謝るな！そうさせないために、我々がいるのだ。Kクラスシナリオなど、私がいくらでも防いである。だから貴様は、貴様の仕事に集中しろ。すみません。
アルバートは一度手で顔を脱ぎ、大きく深呼吸をする。思考をまとめ、冷静になるためだ。ブラックホークを校舎の屋上へ急行させろ。それから UAV を学校に戻せ。上空からの鮮明な映像が欲しい。新部隊にもモニターを回してくれ。了解しました。ドローンパイロット初めてこうやってすんな。了解しました。 LQ8 ファイアースカウトを学校へ反転。友軍の AEW に映像を送信します。時西指揮官、私の見たところあまり顔色が優れないようです。広場や振動は判断力の低下につながります。長時間の休息化、デキストロアンフェタミンの投与をお勧めします。その必要はないよ、ユカリ。オーダーデビルドックスだ。指令を実行しろ。了解しました。という返事を聞くと、アルバートは無線機のヘッドセットを手に取って、頭へ装着する。こちら、機動部隊、E、マルドック、密輸の騎士。地上、HQ。ガンマメビウス隊へ。近接攻撃支援を要請する。特大の火力が必要だ。ウォートホックとデスフロムアバーアップすぐに、よこしてくれ。こちらガンマメビウス隊管制機デルタヘッド CAB CAB を了解。ガンマメビウス隊全機へ。地上支援任務だ。 A 点チームと AC130 は、キルボックス 3X へ急行しよう。派手に花火を上げてこい。了解。メビウス01テイクオフ。こちらも了解した。オメガ01、011テイクオフ。コマンダーより搭乗確認へ通達。当機はこれより戦闘空域に向かう。20ミリ爆弾砲、バルカン砲、40ミリ機関砲、105ミリ、救護砲等、確保スタンバイ。地上部隊が花火を ご消防だ。エクスカリバーで地面を吹き飛ばしてやろう。事態は急を要する。6分以内に到着してくれ。それは無理だ。どう考えても最低で15分はかかる。足の遅いホックスたちだ。いいわ。私の部下と急な対処の少女が化け物に襲われてるんだ。何があっても6分にたどり着け。全焼する。仲間を見殺しにはできないからな。各機にオーバーランでカットベと伝えよう。ガチャする。金田を頼んだ。ちょっとアルバートの声が出せない。アルバートの声ちょっと無理しすぎたな。さあそしてその頃、俺は勢いよく屋上のドアを開ける。そこには綺麗な星空、広がる夜空、開けた空間。そこにはヘリの姿はない。くそ、まだ来てないのか。はあ、俺の後ろで両前彼方が膝に手をついて息を切らす。全力で階段を駆け上がってきたのだ。無にもない。そもそもこの課長だっけ、課長の体で、キャシャか、キャシャだっけ、わかんない。体ではまともな体力もついていないのだろう。わお、肉の壁が迫ってくる。古い校舎であるためか避難器具も見当たらない。逃げ場はない。おお、ザ・ゲームイズアップだな。そんな皮肉っぽく言うと、両前彼方が怯えきった表情で俺に寄り添ってくる。彼女も自身の置かれた立場を本能で理解しているらしい。いいか、俺が離れなよ。迫り来る肉の渦に俺はアサルトライフルの銃口を向ける。こんなものもはや何の役にも立たないと頭では理解しながら、じりじりと肉は
間合いを詰めてくる。まるで獲物を狙う野獣のように。そしていよいよ俺たちに飛びかかろうとした。その時だ、音が。ウェイウェイウェイ、ゴー音、月光のもとにローター音とミニガンの雷鳴が響き渡った。肉の図に太陽の弾丸が叩き込まれる。毎秒100発を超える連射速度で 7.6 ミリ NATO の NATO か NATO の、面制圧を受ければ肉などまた瞬く間にハンバーガーパティへと調理されてしまう。その攻撃により肉の渦はわずかに、なんならこれへこんだ、分かちが違う、歪んだ、うん、飛び乗れ早く。校舎の角から爽快と登場してみせた MH60 ブラックホーク。そのスピーカーからパイロットの声が目撃する。直後ブラックホークは屋上からジャンプして届くギリギリの距離まで高度を下げてホバリングした。両前からだ、ちょっと指示するぞ。え、まさかお姫様、キャお姫様、違う。俺は費用なく両前彼方の体を持ち上げて肩に担ぐ。肩かい。ブラックホークに向かって走り出す。背後に肉が押し寄せる気配を感じる。それでも振り向かない。走る走る走る。に、肉が、肉がそこまで。うるさい、少し黙ってろ。もうすぐ、もうすぐで届く。そして俺は勢いをこのそのまま柵をよじ登り飛んだ。両前彼方を抱えたまま校舎の屋上から飛んだ。ちょっと噛みすぎだね、やっぱり。届け、君に届け違うか、届け。さあ、おお、届いたか。よし、二人が乗ったぞ。離脱だ。離陸じゃないんかい。離陸でもないな。そこは着地と同時に全身の骨が砕ける地面の上ではなかった。硬く冷たいキャビンの床の感触、紛れもなくブラックホークの中だ。大丈夫か、よく生きてたな。ドアガンナーが俺たちにそう叫ぶ。来るのが遅いぞ、もう少し肉に食いつぶされるところだった。へへ、遅れて登場ってのは誰でも一度は憧れるもんだろう。ドアガンナーは笑って蛍光を叩いてみせる。そんな彼に俺は怒る気も失せてしまった。俺はいい、それよりも彼女を頼む。そう言いかけた時だった。キャなんだ。突如俺たちの乗るブラックホークが激しく揺さぶられる。捕まったか。ダメだ、上昇できない。パイロットの声が機内に響く。俺は急ぎ開きっぱなしのスライドドアから顔を出し外を確認する。すると屋上から伸びた触手がヘリ後部のテイルブームをがっしりと掴んでいた。カナダ、私を置いてかないで。不気味な声が地鳴りと共に鳴り響く。直後に大きな校舎が崩壊を始めた。灰色に彩られたコンクリートの構造物に次々とひびが入り、轟きとともに崩れていく。それは、そう、内側からの膨張に耐えきれなくなったかのように壊れ、崩れ、そして、ああ、なんか口見えますね。一つに、あ、やっぱりほら、一つに溶けてしまいましょう。ほらもう完全もうヘブンズフィール2章だよ。なりましょう。ほら、はいはい、おーうおー、なんちゅう姿しとるんですか。この曲流しちゃ著作権大丈夫。もうもと立ち上がる粉塵の中から、極肉色に鮮やかなモンスターが砲火を上げた。とてつもなく巨大で鋭い歯と二足を持ち、何本もの触手に囲まれた生命体。それは悲痛に満ちた声で大気を震わせ、大きく裂けた口を開けて俺たちを見上げる。おーおー、なんだあれは。俺は呆然とし、大量の牙が並んだ口の中に吸い込まれる錯覚にとらわれる。見たことがない、こんなもの。
ちょっと待って、浮いてる、ちょっとここ浮いてる、あれが全て肉の塊なのか。ひかりちゃん、もうやめて。突然レーゼン彼方はドアから身を乗り出す。もうやめて、お願いだから、これ以上ひかりちゃんを苦しませないで。彼女もまた悲痛な声で叫ぶ。だがそんな思いはロータ王にかき消され、決して届くことはない。バカ野郎、死にたくなきゃ下がってろ。俺は両前カナダを無理やり機内に引きずり戻すと、アサルトライフを構え直す。この化け物が。ドアガンナーは地上の化け物に向かってミニガンをぶっ放す。同時に俺もアサルトライフをフルオートで立て込む。このままじゃ離脱できない、触手を何とかしてくれ。くそ、そんなのしている。だからこうやってありったけの弾丸を空から降らせているのだ。しかし巨大な怪物はこちらの攻撃などもろともしない。とてもではないが火力が足りない。絶望的なまでに、このままだよ、飲み込まれる。こいつは SCP-939。 スクリーンに映し出される肉の化け物を見てアルバートは絶句する。 UAV のカメラが捉えたその巨大の、その醜い、その全貌をまぶたに焼き付けられる。ありえん、巨大すぎる。アメリカで見たやつはこんな。彼はその化け物に見覚えがあった。それはとあるスキップと、姿形が酷似していたからである。しかし大きさが比較にならない。アルバートの記憶が正しければ、そのスキップは直立姿勢でも2メートル程度の大きさしかなかったはずだ。だがモニターの化け物は明らかにその10倍以上の体積を持っている。もしあんなものが SCP-939 と同等の性質を持っていたら、そんな考えが彼の頭をよぎった。こちらデルタヘッド、遅れてすまない。もうすぐホックスが目標の上空に入る。その時 CAS に向かっていた AEW の管制官から無線連絡が入る。先方の A 点チームがようやく到着したのだ。すぐに爆撃だ。巨大なに肉の化け物がいる。そいつに向かってありったけ叩き込め。来るか。来たー、かっけー。オメガゼロ、ゼロイレブン、エンゲージ。おい待て、なんだあれは。しっかりしろ、オメガゼロイレブン。ゼロなんて、各機状況を報告しろ。巨大な肉の化け物だ。全高が優に20メートル超えている。いや待て、ブラックホークが化け物に捕まっているようだ。近すぎる。アーベリックが使えない。機銃で攻撃する。了解だ。メビウス01、アベンジャーを使え。了解。メビウス01、エンゲージ。バケモンめ。フォートオブホックをつ、あ、味わうがいい。さあどうなる。たたたたたって。オートホックが見えた。爆撃が来るぞ。ようやくお出ましか。全員、退職姿勢。おー。ミンチにされる気分はどうだ、バケモンめ。もう一度くらいやがら。待て、オメガゼロ。イレブン。近すぎるぞ、もっと距離を取れ。あ。くそ、左翼が。オメガゼロイレブン、イジェクト。あー、オメガイ。おー、イレブンがやられた。わかんねえな。もう、声の割り当てがわかんない。飛行機が。右翼をメインエンジンごと潜れた A10 はパイロットを脱出させ、コントロールを失ったまま落下していく。だが、A10 に気を取られたのか、同時にブラックホークを掴む力も明らかに弱まる。今のうちだ、今のうち。それだけではない。あの爆弾を見ていると、先ほどから挙動というか、触手を含めた全体の動きが妙だ。まるで、
自分の体をうまくコントロールできず、戸惑っているようにさえ見受けられる。おそらく、あまりの巨体と大質量のために、自分だけではうまく自重を支えきれないのだろう。支えられないのだろう。馬鹿力のくせに、動きが、優馬なのは、それが理由か。高速が緩んだぞ！今がチャンスだ！触手を狙え！撃て！撃て！アサルトライフルで、ミニガンで、ブラックオークを掴む触手を、撃つ！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 マザーファッカー！弾丸を、雨を、のぶとい触手に叩き込む。空に響き渡る銃声。雷鼓のような、混ぜるフラッシュ。そして、お、ちぎれたか。ブラックオークは絡み取っていた触手が、化け物からちぎれる。同時に、触手の先端を掴む力を弱め、ずるりと地面落ちていった。よし、よくやった。逃げるぞ、捕まってろ。俺たちの乗るブラックオークが、急激に離脱を始める。そして、瞬く間に、巨大な化け物から遠ざかっていった。おめでとう、脱出おめでとう。ブラックオークは化け物から離れた。これより、アーベリックを使う。発射！残った A 点が反転し、バクモンに向かって両翼のミサイルを発射する。命中命中、着弾、爆発。戦車すら一発で粉々に粉砕する対空地ミサイルが2発同時に直撃した。だが、しかし、それでもあの憎いバクモンは倒れない。おお、ガーナーだ。いや、もういや、もう聞きたくない。その声で私を呼ばないで。両前カナダはキャビンの隅でうずくまり、両耳を塞いでいる。この世のものとは思えないほど憎い化け物が自身の名前を呼び続ける。自身を求め続ける。その恐ろしさがどれほどのものか、俺にはもはや想像もできない。あの化け物、ミサイルを食らってまだ動いてやがる。タンクキラーの火力にしてもまだ火力が足りない。あれを確実に仕留めるには。上空のブラックホークへ。またしたな。デスフロムアバーブの到着だ。何それ、最終駅。目標確認。105ミリの使用許可降りている。エクスカリバの一撃、受けるがいい。エクスカリバー。にゅん。おー。なんだっけ、なんて読むんだっけ。上げられた化け物の右肩に砲弾が落ちる。一撃、一発で、化け物の腕が肩から吹き飛んだ。痛い、と泣き叫ぶ子供のように。バケモンは悲痛に満ちた方向を上げる。そして再び二射目の閃光が夜空に。ガーナタ、私を許して。アッパー、アッパー。上から半分ありません。最後の一射で化け物の上顎から上が剥ぎ落とされるように消した。巨体の動きが止まった。直後、化け物の体が腐り落ち始める。進撃の巨人かな。全身がドロリと溶解するように、肉が溶けていく。急速な腐敗により高熱が発生し、悪臭を帯びた蒸気が周辺に立ち込める。砂煙と蒸気の煙の中に沈んでいく。かつて肉塊だったもの。俺は化け物が完全に消えゆく光景を最後まで上空から見届けていた。終わりだ。これで俺はまだ頭を押さえて震える両前カナタへと近づく。ミスカナタ、もう大丈夫だ。もう震えなくて、怯えるか俺。
怯えなくていい。そう言って彼女の頭を優しく撫でる。けれど強く塞ぎ込んだ彼女が頭を上げることはなかった。ほう、なるほど。これでこの章終わりかな。あ、まだあった。またやんの、おっさん。終わったのか。冷や汗が頬を伝う感触を覚えながら、アルバートは心の底から安堵する。これまで様々なスキップと相対してきた。けれど、今回の出来事は中でも一切にひどい。財団はこの一件を重く受け止めるだろう。日本支部には大きな混乱を招くはずだ。そう、3ヶ月前の収容違反事故の時のように。さて、報告の書類をどう作成したものか。アルバートがため息を吐きながら、そんなことを考えた時だった。あの、隊員。ん？どうした？これは何でしょう？さっきまでこんなものはなかったはずなのに。彼女は PC モニターをまじまじと見つめる。UAV は、バケモンがいた場所の上空をまだ飛行しており、映像を共有する。彼女の PC には立ち込めるサインが、映し出されている。砂煙か。わざわざ音読み入れてた砂煙ね。しかし、薄れゆく砂煙の向こうに、ぼんやりと何かが映っていた。まさか？おー、このアングル、G チューン！まさかの G チューンでしたね。G チューン。これは、まるで、文様のような。よくは見えないが、学校の校庭に何かが書かれている。あ、じゃあ、アルバートか。書かれている。アルバートたちの目には少なくともまだそう映っていた。しかし、今まで UAV は学校の上空を飛行していたはずなのに、こんなものをカメラを捉えていただろうか。二人はなぜ自分たちには見えていなかったのか、不思議でならなかった。徐々に砂煙が消え始める。そして、砂煙がほとんど消えたとき、画面の中に映ったものは。映像を見たオペレーターは口元を押さえてテントの外へと走っていった。気持ち悪い奴だったのか。胃の底から湧き上がる吐き気をいよいよ抑えきれなくなった様子だった。傷、完全なる肉に打たれたもの。我らは血のない結果の中で忠実に待った。知ること、なんだっけ従うもの。我らがなると思いもつかぬ偉大なるものを、ここで我らは眠ろう。に塊が、あ、違う、魂が肉となるまで。2017年4月13日ナンガルハル州アチン地区。あの日、あの場所で全て終わったと思っていた。私が終わらせたのだと、そう信じていた。バンド、現実となったぞ。私が最も恐れていた事態が。アルバートは画面を見つめてつぶやく。彼の目には死体が映っていた。それも大量の損壊の激しい死体ばかりが、ムカデのように繋ぎ合わされて。あー、なるほど。だから光ってか、あの化け物が、その村の人を食ってたやつね。なるほど。間違いなく、名だたる村の消えた村人たちである。死体たちは、不気味なほど美しく地面に並べられ、とあるシンボルを形作っている。そのシンボルは、アルバートの脳内で、とある要注意団体のものと完全に合致した。まさかそれ見せてくんの？それは、これが復讐の呪しなのだな。血と肉と不浄なるものをあがめし者たち。いまいましき、なるか。いや。おー。サーキックカルトよ。
それは血と肉と腐敗と不浄を祀る者たちの印、財団の世界全土のあらゆる生命体の敵である者たちが掲げる呪わしシンボルだった。ほう、これで終わりですか？後日談でもありますかな。いいね。エンディング？おー、終わった。キャスト、そういうキャスト。あー、なるほど、声は私でした。はい、おーい、いやー、想像以上にシナリオがすごかったね。うん、一応これね、デモ版だからね。うん。で、すでにね、本編なのかな？一応はまず第一章的な感じの、今これデモ版だけど、新たに本編が、出たので、まあ、そちらも引き続き、やっていきたいと思います。いや、にしてもね、うん。まあ、ちょっとSCP 財団のね、まあ、ちょっと専門用語がいっぱい出てきたんですけど、まあ、別に気にするほどでもないかな。うん。まあ、ちょこっとね、そっちの方に、こういう軍隊とかね、そっちの方に興味がある人なら全然わかる話だと思うの。わかるわ。わかるっていうか、まあ、そうだね。まあ、雰囲気で大体わかるんでね。うん。全然楽しみましたね。いやー、本当に、結構楽しめた。うん。だストーリーも熱くてね。やっぱ、まあ、MMD だからね。MMD ってのはあるんだけど、やっぱり、うん、はっきりとその、ちょっとリアルな感じもね、表していたんですけど、ちょっと一つ言わせてもらうと、やっぱ MMD だから動きもあったらよかったなって思うんですけどね。まあそれが次の本編なってたら嬉しいけどね。まだ、これは個人がやってるので、全然個人の人にとってみれば、全然、十分すぎるほどの、完成度なんでね、非常に楽しませてもらいました。はい。どうしようかな、俺そこまで、語彙力があるわけじゃないからね。うん。まあちょっと、スキップしてもらおうかな。うん。まあ、なかったらなかったらいいんですけどね。飛ばせないのかな？あ、飛ばせた。あ、飛ばせた。飛ばせたんだ。これでまさか？これオープニングの最初のやつあったんだけど。これで終わり？お、お。はい。はい。YouTube で公開中。はい。デモバージョン。はい。うん。の累計視聴回数5万達成にて、本編制作。本編の制作決定。あ、もうしたんですよ。だから、やらせていただきます。はい。よろしくお願いいたします。で、Thank you for playing and watching. 本当に。見てくださって皆さんありがとうございます。はい、ということで以上で帰還の彼方 The Will of a Single Day、デモバージョンを、の実況終了です。はい、まあ改めましてね、本当にもう、大満足です。シナリオが意外としっかりしてたっていうのがまあ第一印象ですね。うん、いや本当に本編楽しそうですね。うん。こっから、だからカナタが、どう送っていくのかっていう。カナタも一応そういう生命体の一つだから、スキップの一つだから、一体。だから、まあどういう風に扱えていくか、その財団でね、中でどう、カナタが、運命を辿っていくのか。そしてもう一人の主人公である坂東も。なんか坂東と彼方のこの両方の視点でね、楽しみの作品となっていますので、次のね、本編が非常に楽しみですね。本編って言ってもまだ最初の方なんだっけな。うん。まだまだ、なんだろう。これが、このデモバージョンが0、1だとすると、まだ、本編が、2、で、また3、4、5って続いていきそうな、確か作りだったので、非常に楽しみです。ということでね、今回は、
ということで、これで機関の奏でたデモバージョンを、終わらせていただきます。次回は、本編で、はい、お会いしましょう。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アソルエゴ。